いはい、初見のポイントだからちょっとね、魚探掛けしてから。ここはどうだろう、見えるところは何メートルぐらいだろうね。でもホッコってすごいクリアだから、この結構底見えてる感じで何メートルか。へえ、2.5 メートルもあるんだね。結構ね、足元から水深がありますね。水温はね、まあ、ちょっと馴染んでから外気温21度もあるよ。あったかいわ。これどんどん魚刺してくるよ。おお、そこになんか映るね。ね、春のスポーニングの時なんかにバッチリの地形なんじゃないかな。こう深いところから浅いところに魚が刺してきてね。はい、鳥居出したるはね、ヤマタヌキ。これはいけるっしょ。4メーターフラットに行ってこーい。音聞こえたらごめんね。ちょっと若干ゲリギリの。なんか鯉が定期的に回遊してくるんだよ。本当ですか。いい傾向ですか。なんか昨日そこまで、あ、まあ天気もありますけど見えなかったっすよね。はい、15か6ぐらい行ってたよ。うん、今日単体で朝今日11ぐらいだった。まあこの辺りが浅いからちょっとあっちとはまた様子が違うのかもしれないけど、入ってくると思うんだけどね。そうっすよね。微妙にこの4メートルからほんと3メートルへの微妙な駆け上がりっすね。なんかこの気温上昇に段階に合わせて、そのなんか絶妙ブレイクをフラフラ左右に回遊して行ったり来たりしてくれれば、今散々やって俺がそっちで一番に釣ったやつはなんか毎回引っかかるいい感じのリングビアがあるんだなってのが、そこのちょい右の沖に毎回もそもそいい感じのビアが。でも今ほんと水温かなり上がりましたよ。もう産卵したやつらにとっては何かのモヤモヤって言われてはある。春じゃねって思わせる何か。へえ。
なんか水深2メートルぐらいのところにリングビアがある。うん、リングビアすごいよく引っかかってくるから。でやりにくいからな、あの足が超邪魔なんですよ。何が？足が特定だと邪魔で差をくれないですよね。行ったかな。マジで？行ってる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 。行ってるね。ちょっと待ってね。OK。どうぞ。よっしゃ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 。でかそうだ。あつ。やったやった。すげえな。やべえな。乗ってる。乗ってますね。完璧に乗ってる。よいしょ。およー。あーざーす。あざーす。40ぐらいある、ね、よいしょ。ありがとうございます。イエーイ。今日何本目ですか。いやー、3本目か。3本目。今全部浅いところいるからね。はい。デカタヌキ。デカタヌキ、琵琶湖効きますね。いいっすね。いい当たり出た。いや、超気持ちよかったっす、今。もうめっちゃ走ったっすか。走って走って、こんなね、いわゆる、釣れそうなから。釣れそうなから。イエーイ。デカタヌキフィッシュー。ホッコバスー。やったー。もう今日は田中さんが見えすぎてて怖いです。こんな日もあるんだな、もう超嬉しい。自爆竿にゴライアスにデカタヌキさん。はい、じゃあ引き続き頑張ります。ドクジャップお願いします。はいはい、はい、というわけでね、琵琶湖遠征編なんですけども、去年からずっとやってみたかったね、テーマ、これがね、今年ね、試すことができたなということで、動画にまとめてみたんですけども、っていうのは、まあこれ大人気デプスのカバースキャットですよね。まあ、うん、釣れるんですよ。都合3匹釣れたかなね。しかもちょっと狙いのね、お腹がパンパンのやつね。これはまあ間違いない、カバースキャットなんですけども、去年のね、琵琶湖から帰ってきた後に、その後発売されて、2023年シーズンに行くことができたら試してみたかったなと思っていたのが、これゲイリー山本のですね、 3.5 インチの山タヌキっていうことで、これ高機銃ワームの中ではね、ちょっとぜひもんで使ってみたいなと思っていて、このボリューム感ね、もちろんあのカバースキャットと同じっていうことではないんですけども、これの飛ばしやすさと、あとこのケツのプルプル感ね、これはまあ例えばそのカバースキャットなんかがすごい効くような状況でも間違いないんじゃないか。ゲイリー素材でぶっ飛んで、でこの独特な誘いがかけられて面白いことになるんじゃないかなと思ってね、カバースキャット投げるぞなんていう展開で、ぜひねちょっと味変で試してみたかったんですけども、今回ね投げてみたら結構ね早めに答えが出てくれたなっていうことでね、ちょっとねこれをね琵琶湖の、高比重脳進化沈めていく合戦の時にね使ってみたかったっていうのがあって、まあ要素としてはですね、今回まあいろいろポイント回っていったんですけども、投げれる魚群探知機のねディーパーで、
主にね、地形はもう分かって魚もいくつか釣れたよっていうタイミングで、水温のところに注目していったところ、朝方11度台ぐらいだった氷水温がですね、もう T シャツになるぐらいのあったかい、気候で、最終的に水温もね16度を超えてくるかなっていうね、そういうタイミングで聞くのがフラットエリアね、なんか3メートルから4メートルぐらいの長いフラットエリアを見つけることができたら、ちょっとねやってみたいなって思ったのが、まあ、このコーヒー重のね、ちょっと泳がせるような釣り方ね。はい、そんな感じでね、目星のポイントを、ディーパーで見つけて、で、このね山たぬき 3.5 投げてみたところ、結構ね早めにね答え合わせができたなっていうことで、まあ何よりもね、飛ばしやすかったなっていうのと、ねこのお尻とかがどうなるんだろうって思うんですけども、すごいよく飛ぶね。まあ何にしてもね、ゲイリー素材で、コーヒー銃でぶっ飛ばして釣りたいってなると、今ねこの山たぬき 3.5 っていうのは相当ね、使いやすくてぶっ飛んで、そんでもって魚もね、呼んできてくれるっていう、ね、そういうワームになるんじゃないかなと思いますので、まあカバスキャが効くタイミングでちょっと投げてみたかったってね、まあこういう感じなんで、すごいね嬉しい一匹だったんですよね。というわけで、いろいろね琵琶湖編、攻めていってみてるんですけども、まあここら辺で最後かな。またタイミングがあったらね、ぜひね、西の方琵琶湖方面とかね、チャレンジしてみたいななんていうふうに思いますけども、その頃にはねまた登場する新しいルアーなんかも駆使してね、初場所とかどんどんね打っていきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣りコーティビはこちら、ゲイリー山本のぶっ飛びワームですね、山たぬき 3.5、これを琵琶湖で投げてみたところ、プリプリのいいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。